はい、どうも。こんにちは。モネちゃん。モネちゃん、ちょっとしか出てこない話ですね。でも、これはね。佐藤しおり。しおりスマイルの魅力とは、上白石がモネが語るっていう感じですかね。まあ、でも、あんまり語ってない。モデルの佐藤しおり。まあ、佐藤しおりちゃんといえば、もうモネちゃんの親友っていうね、ところでね、打ち出してますけどね。10月発売の、これ AR っていうんですか？7月も登場、親交のある芸能人たちが佐藤の魅力についてコメントを寄せたと。同レギュラーモデルとして、あ、これレギュラーモデルなんですね、佐藤しおりちゃんはね。毎月おなじみの佐藤は、今月は自身の笑顔をクローズアップした特集に登場。彼女と深い関わりのある仕事仲間の芸能人が、しおりスマイルの魅力について濃厚なコメントを寄せた。藤森慎吾、そうか、ブランチですね、ブランチ仲間。とにかくよく笑ってくれて、滑っても最悪、笑ってくれているからいいやということが何度もあると。もう、まあね、そうですね。もう、ノリがね、すごくいいですよね。チョコレートプラネット松尾俊は、初めてしおりの笑顔を見てから急に仕事が増え出したと。すごい。運気が上がる笑顔なんですかね。そして上白石萌音ちゃん。カメラがあってもなくても C さんは C さんのままとそれぞれコメント。だからまあ普段からあのまんまってことですよね。親交の深い彼らからの佐藤のことが好きです、好きすぎて泣けるコメントと、それに対する佐藤の誠実な返事は紙面で確認することができるだそう。佐藤しおりちゃんとね、モネちゃんといえばやっぱりね、沸騰ワード10のね、取り憑かれたやつですよね。で、立ち食いそばじゃないですか。あれを見るたびに立ち食いそばを食べたくなるんですよね。で、僕はだから今ちょっとね、立ち食いそばをね、ちょうどね、食べに行きたいなってい う、なんか予定を立てたんですよ。まあ、どこの立ち食いそばを食べに行くとか、そういうのはないんですが、今ほら、外出てもお酒飲めないじゃないですか。お酒を出さないっていう、緊急事態とか、そこら辺がね、飲食店にお酒を禁止になってるわけですよ。僕はね、お酒が飲めないんであれば、外に行って何かを食べようという気にはならないんですよね。外に行くイコール、一人飲みとか、まあそういう、飲みに行くっていうことなんですよ。別に、食べ物であれば、もう、それこそタケル君じゃないけど、まあ、ウーバーイーツとか出前でもいいし、まあ、もしか僕自分で料理作るのが全然苦にもならないし、案外外で食べるより自分で作った方がうまいなっていうちょっと自信もあったりするので、食べるっていうだけだったら別に行く気はないんですよ、外には全く。どちらかというと気分ね、気持ちですよね。気分が変えたいとか、息抜きしたいとか、そういうので外に行くっていうのがほぼほぼなので、だから外行くときはちょっとまあ生ビールとかブワーッと飲みながらちょっとつまむみたいな感じのが、まあ、外に行くときの普通なんですよ。でもそれができないんだったら全く僕は外に行く、外で食べるっていう気持ちにはずっとここ最近、ここ何ヶ月のような感じなんですが、ただね、立ち食いそばはね行きたいなと思ってたんですよ。だから僕の今の予定ですよ、まあ、予定というか希望というか頭の中で描いてる構想なんですけど、ルローニケンシのビギニングをね、どっかねのタイミングで僕は毎回行きたい行きたいって言ってるじゃないですか。で、ビギニングを見に僕は行くと。で、行くときに、その行く前か、その見に行く直前か、もしくは見に行った後かに僕は立ち食いそばを食べたいっていう今イメージトレーニングしてるんですよ。見に行く映画館の近くにどれだけ名店の立ち食いそばがあるかを今調べたいんですよね。そこを完璧に調べてから映画を行く日程を決めようかなと思っている最中なんですよね。そうすればね、たけるくんも見られながら、モネちゃんとしおりちゃんがよく食べてる立ち食いそばに久しぶりに食べれるっていう、このね、一石二鳥が僕の中ではできるんですよ。もう願望がすべて、外に行くっていう用事の願望が、一つの中で、その数時間で、完結できるので、コンプリートできちゃうんで、なので、ちょっと今、それを考え中です。っていうね、くだらない話だったかもしれないですけど、
今そういう野望を考えております。な感じですって言われる。